はい、本日はですね、皆さんに聞いたダサいボディーバッグはどれだということでね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、ボディーバッグというとですね、僕もつい 2,3 年前までは持っておりませんでした。というのもですね、はっきり言ってダサいイメージがあったからなんですね。ボディーバッグイコールなんか荷物持ってる人、もしくはおじさんというイメージが、ね、めちゃくちゃ強かったんですよ。だから20代の頃一切持っておりませんでした。ただですね、僕も運命的な出会いがありましてですね、このアークテリクスのね、マンティスという素晴らしいバッグに出会ってですね、ボディーバッグといえばマンティスに始まりマンティスに終わるという名言があるぐらいですね、これを持ったらちょっと人生観変わるよというようなボディバッグに出会ったおかげで、結構ボディバッグ持つようになりました。で、まあこうやってね、レビュー用としていろいろ購入させていただいたりはしてるんですけども、その中で皆さんもね、ボディバッグに対してのイメージってあんまりイメージない方も多いと思うんですよ。何がじゃあ悪いんかっていうところね、今回ご紹介させていただこうと思いますので、本日の流れとしてはですね、特にダサいボディバッグの特徴で多かったのを4位から4、3、2位までいって番外編でも、こういうのもちょっとダサいよとかっていうのもあったりして、第1位はこれが特にダサいっていうのがねありまして、僕も第1位に関しては納得っていう感じなんでご紹介させていただこうと思います。ではまず第4位というのがですね、スポーティーすぎるというのがあったんですけども、どんなか見てみましょう。ボディーバッグってどうしてもね、スポーティーというかちょっと子供っぽいイメージもあったりもするじゃないですか。子供かおじさんっていうイメージないけども、こういった感じでね、背負った時に普通っちゃ普通やねんけども、例えばこの下がスラックスやとしたらちょっと合わへんよねと、こういうスポーティーな感じとかアウトドアな感じとかっていうところとあんまり合いづらいよねっていうことで、第4位はね、スポーツっていうのがあったりはしました。ただこれに関してはここに下にジーパンとか履いてしまえば普通っちゃ普通やし、別にショーツ履いてたら別に普通っちゃ普通なんで、カジュアル用として、割り切って持つっていうのは全然問題ないと思うんですけども、人によればちょっと幼くなるというか子供っぽくなっちゃうところもねあるんかなというのがね、このボディバッグの、ダサい第4位ということになっておりました。ではね、次第3位に行きたいなと思います。第3位がこちら、単色じゃないということになってました。で、単色ってどういうことって言ったら、ブラックやったらもうブラック一直線でええんやけども、いろんな色が入ってるボディバッグ、僕持ってるやつがねこれぐらいしかなかったんですよ。あとはもう全部単色やったんで、こうブラックやったらブラックって感じなんだけども、これロゴとかがね、こう色入ってくるとちょっとどうなんかなと、特にこうやってラインとかが入ってたりとか、白いラインが何本も入ってくるとかなってくるとちょっとダサくないかなってお声いただいて、確かにそういうのもあったりするよねということなんで、ダサいというよりか服装に合わせづらいですよね。で、これに関してはね、あの名作のマンティスの、ビームス別注モデルということになってるんで、全然ねダサいとかはないと思うんですけども、やっぱりこうやって比べていただいても分かりますよね、形全く一緒ないけども、やっぱ無地の方がね合わせやすそうやなと思うじゃないですか。で、こうやってロゴが入ってたりちょっと色が入ってるとちょっと合わせづらい、子供っぽいなっていうのもあったりするんで、これに関してはね、ビームス別注モデルってめっちゃ人気あるんやけども、このマンティスに関してはちょっとこれも普通の方が良くないと、もちろん別注やから値段も高なってるしね、そういったね個人的な考えはあったりするんですけども、ちょっと単色の方が選んだ方がいいんじゃないかという皆さんのお声がありました。でね、次ね、第2位に行きたいなと思うんですよ。この辺ぐらいからじわじわ来ますよ。第2位というのが、とにかく大きいというところでね、サイズ感は非常に大事になってくるんやなと思いました。例えばですよ、これボディバッグじゃないんでやけれども、ショルダーバッグやねんけども、こういう風にねパッてやりました。確かにでかくねと、体のほとんどバックになってるやないかと。でもここまで行くんやったらもうリュックにした方が良くないっていうお声もね一部ありました。そりゃそうですよね。特に夏場なんてこうやって薄着になってる状態で、このバックの面積がでかくなればなるほど、なんか郵便局でも働いてんのかなとかね、なんかおじさん臭いなとかってなってくるじゃないですか。で、確かにこの大きさってあんまり見ませんよね。で、これね、アークテリクスのアロー8っていうね、あのアローシリーズめっちゃ人気のあるシリーズなんやけど、その中でも確かにちょっと人気ないんですよね。アローは全部人気ある、22かな、リュックのやつもあったりとかするし、もう一個ね16ぐらいのやつもあったりするってことなんやけども、この8はあんま人気なかったりするんですよね。だからこれは確かにどう持ってもね、サラリーマンのおじさんにしかならないと。こう持ったらサラリーマンのおじさんやし、こう持ってたら郵便局員さんになってくるしってことなんで、郵便局員さんが悪いって意味じゃないですよ、全然そうじゃないけども、仕事っぽくなっちゃうというか、おじさんも仕事っぽくなっちゃうってことなんで、これはね確かに、カバンの大きさっていうのは非常に大事になってくるかなということになっておりまして、第1位に行く前に番外編に行きたいなと思います。ではどんなお声が多かったかというとですね、まず一つ、革がちょっと安っぽい、こういったナイロンのタイプじゃなくて、本革のタイプってあったりするじゃないですか。で、本革のタイプってね、例えばこういった革のタイプとかね、こんな感じの革の
のタイプとかね、まあ、いろいろ革によってもあると思うんですけども、まあ、それが非常に安っぽいボディバッグってあるじゃないですか。それはねやっぱり見たらわかるんですよね。でね、うわほんまかいなと思うかもしれないですけどね、僕ね嫁とねよくね付き合ってる時デートとか行ってて買い物行くじゃないですか。ほんならこういうのカバン欲しいとか言ってもパッと見た段階でもうどう見ても合皮なんですよ。合皮って本革じゃないっていう、あのフェイクレーザー、どう見てもこれ合皮やでって言うんやけど、やっぱり持ち慣れてない彼女はね、え全然わからんでって言うんやけども、見慣れてる人からしたらパッと見て合皮かどうかわかるんですよ。本革じゃないか、合皮、要は合皮がちょっと安っぽく見えちゃうんですよね。人工で作られてるし値段も安いんですよ。でポロ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 めくれてきてね、あのボロボロになったりするから、まあその辺はね確かに言われたらそうかなっていうことがあったりとか、あと次はねハイブランドっていうのがありますね。でもハイブランドに関してはこれ多分持つ人やと思います。ブランド的には全く問題ないし、革もええ革使ってるし、形でも洗練されてるからそれが悪いっていう感じはないんやけども、持つ人が誰が持つかっていうのが、ね、非常に大事になってくるバッグ。だからスポーツのバッグとか、さっき見たノースレスのバッグとかって、まあ比較的誰が持っても似合うようになってるんやけども、ああいうハイブランドのバッグってあれが似合う人になっていかなあかんっていうスタイルなんでね、万人に合わせようとしないじゃないですか。じゃああれが似合う人って誰が似合うのっていうと、買える人が似合うんですよね。だから僕は全然縁がないんですけども、まあ、そういったところでね、ハイブランドのバッグがちょっとダサいんちゃうかっていうお声もいただきました。そしてねそれ以外にはね、ちょっと金具が多いバッグとかもあったんやけど、金具が多い、ちょっと僕よくわからなかったんで、なんぼ頭ひねても金具の多いバッグってどんなバッグなのなと思って、ちょっとわからなかったんだけども一応紹介はさせていただきました。はい、ということでね、いろんな番外編があったんですけど、とにかく第1位これ聞いたら納得っていう感じでね、僕もだから持たんかったんやっていうのがあるんですけど、じゃあ第1位は何かというと、第1位はこちら、縦型のバッグ。あーなるほどなと。確かに今まで紹介したんって、まあこういった正方形とか、どっちかっていうとこう横長とかっていうイメージはあったんやけども、縦型のって合わせるの難しくないですか。まあ僕だけかもしれないけども、結構僕難しいんですね。どうやって合わせたら縦型ってかっこよくなるんかなっていうのがわからないんですけど、例えばこうやってかけますよね。こうやってかけてもどうやったらかっこよくなるのやろっていうのがね非常にわかりづらいです。でじゃあ前持ってきたらええんかなと思って、前持ってきたとしてもやっぱ縦がなんかちょっとしっくりこないんですよね。どっちかって横とか正方形とかやったら、あ、なんか持っててもしっくりくるんやけども、なんか縦型って確かに難しいですよね。で一気に老けた感じ出てると思うんですよね。おじさんっぽい雰囲気になってるでしょ一気に。だから僕も今までボディバッグというとこの縦のイメージがあったからもう嫌やったんですよ。なんか縦型っておっさん臭いなと思ってて、もちろんね違う人もいてると思うんですけど、僕はねどうしてもおっさん臭くなっちゃうんですよ。だからこういった縦っていうよりかは、さっきのねマンティスに始まりマンティスに終わるっていう言葉もあると通り、こういった四角というか、まあ、横長の方がねスタイリッシュで合わせやすいんじゃないかと。まあサコッシュとかってこういう形しますよね。ボディバッグでよりかサコッシュってこう薄いやつもねこういった四角の形してると思うんやけど、まあ、形はね大事かなと思います。ただこうやって縦型にするとね量は入れれるんですよ。量は入れれるんやけど、第2位思い出してください。第2位何やったかな、大きいカバン。もう結局量を入れようと思ったらダサくなるんですよ。だから第2位で大きいのがあかんって言ってるし、第1位は縦型があかんって言ってるんやったら、とにかくボディバッグには量は求めるな、持つだけじゃない、見せるんだっていうことをね意識して持っていけば、まあそんなにダサくはならんねやろなっていうところがね今回のアンケートの集計やったかなと思います。なのでね振り返っていきますと、まず第4位がスポーティ、ちょっとまあスタイリッシュっていうかスポーツな若い感じになっちゃうねっていうのとか、第3位がね単色じゃない、いろんなラインが入ってたりとか、もうガラ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 してるのはちょっとどうかなっていうこと。で第2位がねちょっと大きいと、あまりにも大きいのって割合体の割合締めすぎてるよっていうこと で第1位が何かというと縦型ということなんで、とにかく荷物を入れたかったらリュック持っていきましょうと。でリュック持ちたくないんやったら荷物をね最低限にどうにかして工夫していく、鍵をジャラジャラつけないとかね、財布をね、コンパクトな財布に変えていくとかね、余計なもの持たないとかね、もうタバコやめちゃうとかね、そういう風にしてね、まあ、荷物少なくしていくのがいいんかなと思います。まあ、僕個人的にそんな荷物入れることあるんかなって思うんですよ。鍵と財布とスマホとティッシュとリップぐらいでしょ。もうそれ以外何があるんかなって思ったりするんやけども、まあ、それはね一回置いといてね、まあ、これからのカバン選び、特に夏場こうやって薄くなった時にどんだけバッグの容量を占めてるかっていうのが非常に大事になってくるんですよというね面白いあのアンケートやったかなと思います。はい、ということでね本日はねダサいボディバッグをご紹介してみたという動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。